シルビオベルルスコーニは、イタリア共和国の政治家、実業家、建設業及びメディア経営で成功を収めた、実業家で、約78億ドルの総資産を持つ、世界有数の資産家として知られる。また企業経営から政治家に転身して、タンジェントポリゴの政界再編で頭角を表し、閣僚評議会議長を4期務めている。労働騎士勲章を百七十七年に、 重要されており、支持者からはイルカ・バリエールと呼ばれる。2013年、多数の汚職疑惑によって上院議員を辞職して政界委員会を声明したが、2019年に欧州議会議員に当選して政界に復帰した。ベルルスコーニはもとは実業家であり、戦後イタリアで1960年代から1980年代に、 かけて建設業と放送事業で財を成した企業家であった。特に後者については、イタリアのメディア王と呼ばれるほどの県政を誇り、国内の民放局はほとんど独占しているとされている。90年代から始まった、タンジェントポリ後の政界再編では、フォルサイタリアを決闘、有力政治家として、冷戦後の政界を主導した。ベルルスコーニ政権は、 ファシスト政権の独裁者ベニートムッソリーに、及び1900年代前半に5期にわたり、王国最相を務めたジョバンニジョリッティに次ぐ、長期政権を、イタリア政界で樹立した。それ以前は、共和制移行後、最初に首相となった、アルチーデデガスペリーが戦後イタリアにおける、長期政権として知られていたが、すでに、ベルルスコーニーの首相在職期間は、ガスペリーを上回っている。 政界再編の混乱で一挙に政権を獲得したが、短命に終わった第一次政権、政権奪還後の第二次政権、そして二大政党制を迎えての第三次政権と三度の政権での首相経験年は9年を超える。また、サミットを議長国首脳として3回主催した唯一の首脳でもある。ベルルスコーニは自らの事業の一角を占める新聞、 テレビ、インターネットなどを通じて、有利な政治活動を行っていると、しばしば非難を受けている。また首相としての権限を使用して、メディア統制を進めているともされており、DDL インターセタツヨニー可決に反対して、イタリア語版ウィキペディアが一時更新を提出する事件が起こっている。汚職疑惑、性的スキャンダルなどの問題行為も取り沙汰されている。1936年に、 王政時代のイタリア王国ロンバルディア州ミラノー市のイゾラガリバルディで中流家庭のルイジベルルスコーニとローザボッシとの間の長男として生まれた。兄弟姉妹にパオロベルルスコーニ、フランチェスカベルルスコーニらがいるとされている。父親は小学生の時にパペット劇団を結成して収入を得るなど子供の頃から詳細は際立っていた。母親は ピレリの役員秘書を務め、また父親は、その後、ラジーニ銀行の取締役になった。サレジオ会計の寄宿学校、リチェオ・サンタブロージオ在学中に、第二次世界大戦と王政廃止を経験している。卒業後に、ミラノ大学で法律学を学び、広告業における法律を専攻分野にして1961年に卒業資格を得ている。 学校での成績は、優等として記録されているが、一方で徴兵制であった、当時のイタリアで、兵役義務を回避したとのスキャンダルが報道されたことも、ある。在学中は音楽に熱中しており、コントラバス奏者のコミュニティに参加していた。このグループでの友人知人は後に、ベルルスコーニの事業に関わる人脈となっている。現在でも音楽に対する思考は変わらず、 自身が保有するサッカークラブ AC ミランの応援誌を自ら作曲したりしている。大学在学中より父親が勤務する銀行の顧客であるピエトロ・カナーリが経営する建設会社で働いていたが大学卒業後に独立する。まずは対戦後のマーシャルプランによる復興を経て経済成長が進むイタリアで父親が勤務するラジーニ銀行とカナーリからの融資を受けて 複数の建設会社を設立、人口増による住宅事業を受け負って会社を成長させた。特に再建が進むミラノ市で住宅供給計画ミラノデューエを発表、隣接するセグラーテ市をミラノ市のベッドタウンとするべく新たに1万500棟のアパートを建設した。ミラノデューエ計画は大成功に終わり、膨大な住宅地を販売したベルルスコーニーの建設会社は、 飛躍的な成長を遂げる。しかし、当初立ち上げた複数の建設会社では、代表には就任せず、常に、園籍のものを、形だけの代表に据えている上に、その後も長年自分が代表に就任することは、なかった。さらに、父親が、取締役を務め、自らも、多額の融資を受けた、ラジーニ銀行は、サルバトレリーナや、ベルナルド・プロベンツァーノ・ラのマフィアが、 多額の預金をしていることが当局の調査により明らかになっていることからマフィアのマネーロンダリングに関係していたのではないかという疑惑を持たれている。なお、1965年に最初の妻となるカーラ・エルビアと結婚、長女マリアと長男ピエール・シルビオを設けた。建設業界での成功を足がかりに今度は成長しつつあったメディア業界への事業進出に意欲を見せる。 1973年、ベルルスコーニは、地元ミラノにケーブルテレビ局、テレミラノを開局する。当初は小規模なローカル放送であったが、建設業で得た資金を投じる形で、いくつかの放送局を購入して、会社組織を整え、1977年に、地上波放送の免許を取得してより幅広い層に、番組を放送する。1978年、 所有する複数の企業を統合して、フィニンベスト社を設立、建設業とメディア業の事業管理を一本化した。建設業での成長に加えて、テレミラノも有力な地方放送局として収益を上げていくようになり、1983年までの5年間に、フィニンベスト社が公表した収益は1130億、リラであった。 娯楽産業を新たな柱とすべく1980年代はメディア面を強化することに熱意を注ぎ、テレミラノのような地方放送局を次々とフィニンベスト社の放送部門、メディア Z の参加に収めて独自の全国放送ネットワークを確立した。これは全国放送権は国営放送のみが保持するとしたイタリア共和国憲法への明確な違反行為で、 あったが、ベルルスコーには意に返することもなく事業拡大を、続けて、カナーレゴイタリア1、0.4などの大手民放局すら子会社とした。独自の全国放送も大手民放局の相次ぐ子会社化によって彼は、建設業界の長寿から転じて、イタリアのメディア王として知られるようになった。 1984年10月16日に裁判所が全国放送権に関する違反から放送停止命令を出すが、政界への働きかけによって10月20日に、イタリア社会党書記長であったベッティのクラクシ首相から民放として、初めて全国放送を許可され、メディア方面での事業は盤石となった。西ドイツやフランス、スペインなど周辺国の放送局への買収も、 進めており、スペインのテレシンコ社は、同国の三大民法の一つに成長している。第一次、第二次政権、ベルルスコーニーの台頭は、冷戦終結直後の1992年から始まった大規模な汚職事件捜査、及びそれに関連する既存政党の崩壊による、政界再編によって始まった。ベルルスコーニーは、実業家としての豊富な資金力と人脈を背景に、 新政党、フォルツァイタリアを結成、政界再編で極めて重要な役割を果たした。彼は自由主義、資本主義、保守主義、キリスト教民主主義などをスローガンに掲げて、中道派系の議員を急合することに成功した。フォルツァイタリアは同じく再編で台頭した、極右政党、国民同盟、地域政党の連合体、北部同盟などと連立を組んで第一次。 ベルルスコーニ政権を樹立した。わずか数年で大物政治家たちを押しのけて首相になったことは大きな話題を集めたが国民同盟と北部同盟の対立により政権は1年足らずで崩壊した。1996年4月に臨時開催された首相選挙でベルルスコーニは再起を図ったものの存在感を発揮できず逆に 左派勢力を急合したロマーのプローディに敗北した。しかしその後も野党勢力の一角として政権奪回への意欲は捨てず、2001年に入念な根回しの末に野党連合自由の家を結成して総選挙に勝利を収めた。二度の首相指名を含む第二次ベルルスコーニ政権は前回の反省を踏まえて連立政権内の権力バランスに注意を払い、 5年間の長期政権を維持した。特に移民問題について強行路線を取ったことが連立政権で特徴的な行動であった。第3次、第4次政権を囚人民党の党大会で来賓として演説するベルルスコーニ2006年4月の総選挙でサハ連合を単独政党、イタリア民主党にまとめ上げたロマーノ・プローディニ2度目の敗北を喫し、政権は 終焉を迎えた。ベルルスコーニは単一政党となって反対勢力に対抗するべく、自らもフォルツァイタリアと国民同盟を母体とした大政党の結成を目論んだ。当初、これは周囲の支持を得られずに暗礁へ乗り上げていたが、国民同盟初期長、ジャンフランコ・フィーニットの投手合意で状況を一転させた。各して北部同盟を除く、 自由の家の公正政党は、新党自由の人民を結成して2008年に、第三次、ベルルスコーニ政権を樹立した。2010年、旧、国民同盟の初期長で、政治的後継者と明言していたジャンフランコフィーに、下院議長が、イタリアのための未来と、自由を分派して野党に転じたことで、政権基盤が崩れる。2011年には、 自身の汚職に対する追求が本格化し、ミラノ地裁から未成年者売春罪と職権乱用罪で起訴された。さらに、ギリシャ危機による欧州経済の不安定化により、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、フランスといった南欧諸国と並んで、イタリアが経済不安に陥った。苦境に立たされたベルルスコーニは、欧州連合に公約した国家財政禁縮法案のイタリア議会、 会員可決後に退陣すると発表、同時に政界引退を表明した。退陣後は、挙国一致内閣として、経済学者など、実務の専門家を中心としたマリオ・モンティ政権が、成立、急速な緊縮財政や、雇用制度の企業側に立った改革などが実施された。モンティ改革は、欧州連合からは高く評価を受けたが、痛みを受ける側である国民の中流層。 下流層からは次第に改革疲れが見受けられるようになっていった。国政復帰2012年12月8日、こうした状況下を見てベルルスコーニは前言を翻して2013年に実施される総選挙への出馬を表明し、改革の終了をスローガンに掲げて戦うことを宣言した。国民の間ではベルルスコーニの無責任な政治行動への反感以上に、 モンティ政権に対する不満が重積していたため、支持率調査では予想以上の追い上げを見せている。同時期に同じく反モンティを掲げて設立された5つ、母子運動が若年層を中心に支持を集めており、モンティ政権支持を表明した民主党を含めて2大政党時代から3大政党時代へと移り変わった。2012年12月17日、 ジャンフランコフィーニと同じく元国民同盟派の議員であったイグナジオラルッサ元国防相がイタリアの同胞国民中道右翼を決闘して離党するがベルルスコーニの要請で自由の人民との選挙連合には止まった。総選挙で自由の人民は議席数こそ減らしたが第三党として大政党の地位を守り抜き党の空中分解すら囁かれた。 対人直後の予測からすれば大きく検討する形となった。加えて、先の五つ星運動とモンティ改革支持を表明しているイタリア民主党が仲違いしている点も有利に働き、ベルルスコーには政治的影響力を回復させている。首相職と同じく人気中の面積が認められている大統領職への倶楽会を狙い、イタリア民主党にタイポピュリズムで右派。 サハ大連立を持ちかけつつ、反モンティ改革で五つ星運動と連帯を図るなど、積極的に揺さぶりをかけた。また二度の大臣を自身に経験させた政治的、宿敵であるロマーノ・プローディモト首相の大統領選出に反対する行動も見せている。最終的に自身の大統領当選はならなかったものの、イタリア民主党と自由の人民による大連立は実現し、 側近を含めた自派議員を閣僚職に送り込むことに成功した。政府組織に影響力を維持したことで、今後のベルルスコーニに対する面積問題が浮上することは、ほぼ確実視されており、早くも自由の人民から選出された複数の大臣が、ベルルスコーニへの捜査を政治的策略とする、政治大会や抗議デモを開催するなど、大連立政権への圧力が高まっている。 イタリア民主党側から選出されたエンリコレッタ首相は閣僚が閣外の問題に関与すべきではないと不快感を表明している。移動中のベルルスコーニー一方、政治的駆け引きと並行して懸案事項であるベルルスコーニーへの捜査や裁判も進展しており、ナポリ地方検察局は捜査が継続されていた事件の一つであるロマーノ・プロディ政権への陰謀疑惑で一度却下された。 基礎を再申請した。また、ミラノ地方検察局は未成年者への売春疑惑についても立件を決定、ベルルスコーニに公職追放と禁庫6年を休刑する方針を示した。また民事では2番目の妻となるベロニカラリオとの離婚問題で、それまでの生活費の支払いを継続する様に求めた妻側の要求が通り、 月3億円超の支払いをミラーの地方裁判所に命じられた。ベルルスコーニが不合という点から見れば支払いは可能であると見られるが、巨額の財産分与となる命令にベルルスコーニは控訴したが棄却され時代交渉に入った。党内対立上記の駆け引きと裁判の最中、首相時代に棚上げされていた刑事裁判の一つであるメディアセットでの脱税疑惑について、 最高裁判所が禁錮1年と2年間の公職追放を命じる判決を確定させる。禁錮刑については高齢を理由とする社会奉仕活動への代替が認められており、また公職追放については慎重な運用が求められる点から最高裁判所での再審理が予定されるなど、当初はベルルスコーニにとってそれほど差し迫った事態とは考えられていなかった。 しかし、タンジェントポリによる汚職追放を背景にした政界再編の際、政治改革の一環として成立した反汚職法の存在が命取りとなった。同法で明確に汚職行為が認められた政治家は国会議席を剥奪されると定めており、野党は愚か大連立政権内でも公職追放を待たずベルルスコーニを 正解から追放すべきとする動きが広がっていった。もともと面積を求める策動に批判的だった、レッタ首相がこの動きに乗じると追い詰められたベルルスコーニは自動から選出した閣僚に辞任を命じた。表向きは不可価値税の引き上げ反対に対する抗議とされたが、面積に絡んだ政治行動であることは明らかだった。9月28日。 党首命令に従って自由の人民出身の閣僚5名が辞任を表明したがなりふり構わず党を私物化するベルルスコーニにこれまで面積運動を支持してきた党内でも不満が噴出した辞任を受け入れた閣僚の一人でベルルスコーニの新たな後継者とされているアンジェリーノアルファの副首相兼内務大臣はベルルスコーニ党首の政治思想は彼以外の 人間によって引き継がれるべきだと述べた。一方、レッタ首相は、閣僚辞任にひるまず、議会での信任を問うべく内閣信任投票を、自ら上院、会員に提案した。また9月30日には、上院で、ベルルスコーニに対する議員資格の剥奪勧告についても投票を行うことが決定された。ここでも再びベルルスコーニは政党を私物化し、 全所属議員に不信任へ投票する様に、討議拘束を行った。だが投票直前になって、ロベルト・フォルミゴーに議員ら25名の上院議員が、自由の人民からの離党を宣言、列タ政権支持を表明する増反劇が発生した。フォルミゴーに上院議員に追随して、投票で、列タ政権支持に投票するとした議員は40名に、上り、不信任案可決は、 不透明な状態になった。ベルルスコーニは、自ハ抜きの内閣信任が可決して、面目を失う展開を恐れ、投票日の10月2日に一転して、列多首相支持を表明する屈辱を強いられた。投票では、圧倒的多数で、内閣信任が可決し、再組閣や解散総選挙などの巻き返しを狙っていた、ベルルスコーニの計画は頓挫した。10月4日、 上院で開かれた公聴会は予定通りベルルスー議に対する議員資格の剥奪勧告についての投票を行うことを決定した。これによって上院本会議で議員資格の剥奪が審議される見通しとなった。追い打ちをかけるようにナポリ地方検察局による議員買収疑惑も基礎が決定、他にミラノ地方検察局の売春疑惑についての裁判も 継続している。党内では、アンジェリーのアルファの元副首相らを中心とする、若手グループが、創設者のベルルスコーニと、その一派と距離を置き始め、先のフォルミ号ニ派の離脱に続く、党内対立が表面化している。公職追放一旦は回復していた、ベルルスコーニの政治的影響力は度重なる裁判、議員資格の剥奪勧告。 党内の分裂などで急速に失われていった。政治基盤である自由の人民はすでに旧国民同盟派の議員、党員が離脱しつつあったが、自らが結成した旧フォルツァイタリア派の議員まで離党の動きを見せつつあった。ベルルスコーニは自由の人民を解散してフォルツァイタリアを再決闘することを党執行部に提案し、党内での仕切りの押しを図ろうとした。しかし、 党内の反対派は、レッ多大連立政権への協力を条件に出し、依然として、保身を第一に考える自身への不満が表面化する結末となった。2013年11月15日、ローマで開かれる党大会を前に、ベルルスコーニとの交渉が物別れに終わったとして、アルファの元副首相を中心とする、ハンベルルスコーニ派議員は、院内会派、新中道右派を、 結成、党解散後の独自行動を伺わせた。2013年11月16日、自由の人民によるローマ党大会でベルルスコには、党の解散と大連立政権からの離脱を宣言し、自身を支持する、会議員67名、上院議員62名と、ホルツアイタリアを再結成した。これを受けて、会議員29名、上院議員30名からなる、 新中道右派は、正式に会派から政党へ、以降、かつて与党でもあった、自由の人民は、ルフィ、フディ CN、NCD、ファイの4政党に分裂した。2013年11月26日、上院での来年度予算案について、旧自由の人民系の諸政党は一致した行動を取らず、新中道右派が賛成票を投じて、 大連立政権への残留を示すのに対して、フォルツアイタリアは反対票を投じた。フォルツアイタリアの会員内総務を務めるブルネッタ議員は、本日から我々は野党の立場となるとコメントした。2013年11月27日、予算案から一夜明けた上院で予定されていた、ベルルスコーニの議員資格剥奪に関する投票が行われ、賛成多数で可決された。 これによってベルルスコーニは1994年の初当選以来、連続当選を続けて20年近く維持してきた議席を失い、議会から追放された。議会への再出馬も6年間は停止される見通しとなり、公職追放をめぐる裁判や高齢であることなども考えれば、イタリア共和国議会への復帰は困難となった。議員失職の報道が流れると、 イタリアの政治正常化を期待してか、欧州株式市場が上昇する事態となった。しかし資産家としての地位も変わらず、フォルサイタリアの党首職にも止まっているため、完全に政治生命を絶たれたわけではない。議事堂の周辺にあるベルルスコーニの自宅前には、支持者たちが押し寄せ、ベルルスコーニは支持者たちの声援に、引退はしないと、政界引退を否定する演説を行った。 欧州議会選への倉替え出馬など復権に向けた計画を着々と進めるほか、長女マリナ・ベルルスコーニをフィニンベスト会長、次女バルバラ・ベルルスコーニをフィニンベスト取締役及び AC ・ミラン副 CEO、長男ピエール・シルビオ・ベルルスコーニをメディアセット会長にそれぞれ就任させるなど、一族経営による家業の世襲を進めている。二度目の国政復帰2014年、民主党内で、 左翼的な社民勢力から、中道左派のリベラルに主導権が移って、マッテオ・レンチ政権が成立、親 EU の立場から、緊縮政策を推進した。野党では、左派ポピュリズムの五つ星運動に加えて、北部同盟が、右派ポピュリズムに転向、また、極右政党のイタリアの同胞も、勢力を伸ばしていた。左右でのポピュリズム、急進主義、反 EU が広がる中、 親や、e、派かつ、中道右派である、フォルサイタリアと民主党が、再び接近した。これは、ベルルスコーニの政治的権力を回復させることも意味、したが、公職追放処分の関係から表だった行動は、避けている。2017年、高齢を理由とする金錮刑の代替としての、社会奉仕活動を終え、脱税に関する刑期が終了した。反汚職法の規定によって、 公民検定士は2019年まで継続するが、みそぎを終えた後ばかりに政治活動を活発化させている。同年に欧州人民党からの支援を取り付け、フォルツイタリア所属のアントニオタイヤーに欧州議会議員を欧州議会議長に選出させた。2018年総選挙ではフォルツイタリア、同盟、イタリアの同胞による中道右派連合を結成して、 選挙に臨んだ。連地政権の評価をめぐって分裂した左派や連立を拒否した5つ母子運動を破って第一党派となったが、同盟が最大議席を獲得したことから、ウファ連合内での主導権争いが起きた。また反 EU で一致する同盟といつ、つ、母子運動によるポペリズム連立構想にも強い警戒感を示し、ベルルスコーにはコンテ政権への格外協力を拒否して、 フォルツァイタリアは野党となった。2019年、正式に公民権停止処分が解除されたことを受けて、欧州議会選挙に、フォルツァイタリアの候補として、出馬、北西イタリア選挙区で、欧州議会議員に当選した。ベルルスコーニは大規模食事件、タンジェントポリを契機に台頭したが、自身も政治家、事業家の双方で、多数の疑惑を抱えている。 代表的なものとして、賄賂、脱税、不正経理、マフィアとの癒着などで捜査対象となっており、いくつかの疑惑では立憲にまで至っている。しかし、在職中に可決させた首相面積法により、在任中はすべての刑事捜査を棚上げさせることに成功した。それにより、事件の多くは証拠不十分により、無罪となるか、 長期政権であることによる面積中に長期裁判となって事項が成立して取り下げられるなどして首相離任後の2013年8月まで有罪確定を免れていた。自身は警察の捜査や民事訴訟を政治的弾圧と批判し、そのような行為に立ち向かい続けることが国の司法制度をより公正にすると主張している。また彼は、 1994年から2006年にかけて私の支持基盤を失わせようと789名の判事が暗躍していたという発言まで言っている。ベルルスコーニのこうした汚職疑惑を資金力と政治力で回避し、それを政治弾圧への対処とする方向は広い批判を集めた。だが一方で強硬路線を支持する者も少なくなく政治的名友である、 フランス大統領、ニコラ・サルコジは、熱心に、ベルルスコーニを擁護した。2013年8月に最高裁は、テレビ局グループ、メディアセットが番組放映権交流に絡む、脱税事件で禁錮4年とした、下級審の判決を支持する判断を下し、有罪判決が確定し、同年11月に、上院議員を失職した。ロッチピーに加入時の会費領収賞メディア利権。 ベルルスコーニが企業買収をめぐる造賄罪容疑で係争中であった2002年11月、議会は刑事訴訟法を改正して、進行中の裁判を被告の希望で別の裁判所に移す請求ができるようにし、上級裁判所がこの請求を審理する間裁判は凍結されるとする法律を制定した。ベルルスコーニは同法により請求し、破棄員に却下された。 そこで議会は2003年6月、大統領、首相、上下両院議長、憲法裁判所長官の5人に関して、在任中の刑事訴追を免れ、係争中の裁判は凍結するという面積特権、裁判凍結法を新たに制定した。しかし憲法裁判所は、同法が憲法第3条の歌うう法の下の平等に反するとして違見判決を下した。 2004年12月、議会は法務大臣に強権を与える司法制度改革法を改めて制定した。同法に対しては国中の放送が終日ストを決行する事態となったので、カルロアツェリオチャンピ大統領は同法を有効化する署名をしなかった。そして詐議を求めて両院に差し戻した。2004年末、ペルルスコーニの増売裁判は一件が時効 一件が無罪となった。2006年2月、議会は一審無罪の判決に対して、検察の控訴を禁止する、法改正を強行したが、憲法裁判所の意見判決が下された。2007年ミラノでの控訴審で、ベルルスコーニへ、再び無罪判決が出た。ベルルスコーニの所有する民法三大ネットの収益総額は、テレビ独占禁止法で定めている限度を超えており、 2003年末までに、その一つを、収益の薄い衛星放送に移行させる必要があった。そこで2003年12月、議会はメディア法を制定したが、チャンピ大統領が署名せず、病院に差し戻した。すぐに、ベルルスコに所有のテレビ局を保護するため、緊急政令が出た。2004年4月、メディア改革法を強行採決した。 ベルルスコには利権を守っただけでなく、イタリア放送協会に対する管理も強めた。ロッチ P2978 年にベルルスコには、国民同盟の前身である、極右政党、イタリア社会運動の幹部で、後に、ボローニャ液爆破事件、ロベルト・カルビ暗殺事件の主犯格として逮捕された、リーチオーチェッリ代表が率いる秘密結社、ロッチ P2 のメンバーであると公表された。 ロッジ P2 はもともとフリーメイソンの加盟組織の一つであったが、南アメリカ諸国の反共軍事政権への違法な武器輸出などを理由に1976年にフリーメイソンとしての承認を取り消され、以降はジェッリによる虚空の秘密結社として秘密裏に機能していた。さらに1981年3月、ジェッリが国家転覆罪などで逮捕された際に、 ロッジピーニの会員一覧が押収されたことで、イタリアのみならずヨーロッパを震撼させる事実が明らかになった。ロッジピーニのメンバーには、第二次世界大戦後の王政廃止により、亡命生活を余儀なくされていた、サボイアケ党首である最後の、王体シビットリオエマヌエーレ、あとに、ベルルスコーニ政喧嘩で、国防大臣を務めたアントニオ・マルティーノを含む30名の軍公官。 38人の国会議員、4人の現役閣僚、情報部員、実業家、大学教授などが含まれており、イタリア政界を揺るがす P2 事件と呼ばれる大スキャンダルとなった。メンバーであることが会費領収書や会員リスト、メンバーからの証言で明らかとなっているにもかかわらず、上位組織のイタリア大統社に入会するつもりであった。 ロッジピーニの会員賞が送られてきたが送り返した、などと言い、ロッジピーニのメンバーであることを否定した上に、その後は、入会したがゼッリとは2回しか会っていないなどと、言い分を2点3点させたベルルスコーニを、裁判所は偽証罪で有罪と判決しているが、ベルルスコーニは、首相時に可決させた、首相面積法で裁判を凍結させている。また、 ベルルスコーニ政権下の2007年にジェッリ元代表がロベルト・カルビ暗殺事件において無罪判決を勝ち取っており、これはベルルスコーニ政権が圧力を加えて無罪にさせたと言われている。また、ロッチピーニとジェッリ元代表はベルルスコーニが極右政党やマフィアとの人脈を構築することに大きく貢献しており、政界における基盤を作ったとする論者もいる。 その中には、ベルルスコーニ政権はイタリアに、ファシスト政権を再建しようとした、P2 事件の続きであると主張する者も,もいる。性的スキャンダルのエミレキツや性的スキャンダルや、性的発言、性差別発言が多いことでも知られ、たびたびマスコミなどで物議を醸しただけでなく、自身の離婚や政治的危機の引き金にもなっている。2009年5月に、 18歳の下着モデルで、売春婦のノエミレティツヤとの親密な関係が発覚した。さらには2009年7月頃、文画文画パーティーと呼ばれる乱行パーティーにおいて、パトリツヤ・ダダリオという42歳の売春婦を相手に、売春した疑惑が浮上した結果、妻のベロニカラ・リオから産業班を突きつけられ、毎月350万ユーロの生活費を、 請求されていることが報じられたとしてイタリアのみならず世界各国で報道が加熱した。さらに2011年には2010年に自宅で開催された文画文画パーティーにおける17歳のモロッコ人のカリマエル・マフルーグとの売春と犯罪を起こしてミラノ警察に逮捕されたエル・マフルーグの保釈を当局に働きかけたとして 少女売春と職権乱用の罪状で起訴されることとなった。また、これに先立つ2009年1月には、イタリアで多発するレイプ事件に関して、対策を議会から求められたとき、イタリアには可愛らしい女の子がたくさんいるから、レイプをなくすことは無理だと発言した。また批判に関しては、イタリア人女性を褒めただけと述べた。2006年4月には、 チャットガールに自分と性的のプローディについてどう思うか、尋ね、党員に9人のチャットガールのうち7人の若い女の子が私の方が好きだと言ってくれたんだよ。これはすごいニュースだろうと報告していた。その日の新聞各紙の見出しは、経済危機に関する問題によって占められると思われていたが、ベルルスコーニ首相の赤裸々な告白が各紙の見出しを占領してしまった。一方、 プローディ陣営のあるメンバーは首相をお立てたチャットガールたちはエロチャットに電話をかけてきた必死な男を担ぎ上げただけでしょうと話した。二度目の政権においては失業率の改善など経済の全身的な回復を背景に5年の長期にわたって政権を維持2008年には再度政権返り先を果たした。三度にわたる 政権担当機関の合計は9年に及ぶが、これは連続して7年余り、首相職にあったアルチーデデガスペリの在職日数を大きく超えて戦後、イタリアで最長である。中小政党が乱立し、政権基盤が不安定で短命に終わりがちだった、イタリア内閣士においては、例外的な強いリーダーを体現している。90年代の政界進出以降、 曲折を経ながらも乱立していた右派勢力の結集に成功、対応する形で、左派もオリーブの木、ルニオーネ、民主党など様々な形を取りながらおおむね統一勢力として右派と対峙した結果、ベルルスコーニ時代にイタリア政治は長年の小党分立時代を脱し、2008年の総選挙では中小政党の多くが壊滅、実質的な二大勢力時代に入っていった。 他方で圧倒的なメディア支配力と資金力を背景にした強圧的な政治姿勢には独裁的であるとの批判が内外から寄せられている。再び政権について以降はメディアセットの競合となる国営放送、ライに対しても影響力を行使しようと画策した。2002年にはメディアセット社が民放一局を衛星放送に切り替えるように 憲法裁判所から判決を下されたものの、翌2003年12月に、いわゆるガスパリ法案が議会で可決する。メディア河川規制が緩和されると同時に、国営放送来は、分割民営化されることになると見られていた。しかし、イタリア内外で非難を浴びたため、カルロ・アツェリオ・チャンピ大統領は、署名を拒否し、法案を下院に差し戻した。ロッチピーニのメンバーであったこと、 マフィアや極右勢力との人脈もたびたび報道されている。ウラジーミル・プーチンと談笑するベルルスコーにマーガレット・サッチャーを尊敬すると語る通り、自身も新自由主義の政治家に分類され、国民の多くが反対する中でもイラク戦争を支持して派兵するなど EU 内でも際立った新米姿勢を示した。同時代の政治家では、 フランス大統領のニコラ・サルコジと親しく、サルコジがベルルスコーニを手本であると称賛する一方、ベルルスコーニはそれぞれの政権獲得で互いに真っ先に電話連絡する中であると認めており、移民問題や財政において EU の基本政策に回帰的であるなど、政策的にも共通点が多いため、EU では両者の結びつきによる発言力の高まりに懸念を示す声もある。 ワンマン政治家という特徴が一致するロシアのウラジーミル・プーチン現首相とも親しい間柄であり、欧州各国が懸念を示すロシアのチェチェン政策にも比較的寛容だったほか、2008年夏の南オセチア紛争においても対露批判を微妙に抑えた言動を見せるなど、独自の外交路線を示している。日本に対しては2005年10月19日に、 来日する予定であったが、2006年4月9日、10日投票のイタリア総選挙の準備のため、来日をキャンセルした。しかし、2008年5月にイタリア首相に復帰したことにより、7月の主要国首脳会議に出席するために初来日した。なお、2008年に福田康夫がイタリアを訪問したが、国際連合食糧農業機関本部で、 開催の食料サミットの参加のための非公式、訪問である。ベルルスコーニは政治家としてだけでなく、サッカークラブの AC ミラン会長、オーナーとしての側面も持っている。ミランはそれまでスコブル低迷していたが、もともとこのクラブのファンであった、ベルルスコーニの会長就任後、セリエ A3 連覇や UEFA チャンピオンズリーグでの高度の優勝など、20年以上に、 渡ってイタリアは元より欧州でも屈指の強豪クラブを作り上げた。また、毎年8月に父親の名を冠したルイジ・ベルルスコーニハイという大会が開催されている。さらに、クラブのオフィシャルソングの作曲も手掛けている。2008年5月9日、3度目の首相就任に伴って会長職を退任した。オーナー職には引き続きとどまっていた。 2012年3月30日、AC ミラン名誉会長に就任。2017年4月13日、ベルルスコーニは AC ミランを中国企業のコンソーシアムに売却して、私は AC ミランの一番のファンを続けるだろう。新しいオーナー陣の成功を願うと述べた。ブラジル大統領、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバとベルルスコーニ非常に陽気であり、 冗談を言うことが好きな性格である。また、上舌な語り口による演説を得意とし、学者や官僚出身の政治家と異なり親しみやすい態度を見せることで、資産家でありながら労働者階級に絶大な人気がある。一方で周囲に無配慮な発言も多く、批判の対象ともされる。アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマと元妻のベローニカ・ラリオ前妻。 カルラでローリオとの間に、長女マリア・エルビラと、長男ピエール・シルベオ・ベルルスコーニ、二度目の妻・ベロニカとの間に、次女・バルバラ、三女・エレオ・ノーラ、次男・ルイージュ・ベルルスコーニがいる。2012年から49歳年下の元賞がある、フランチェスカ・パスカーレと交際している。ありがとうございます。